徹夜明けのイカ。皆さんこんにちは、トミックです。イカのお気づけというものはご存知でしょうか？生きたイカをめんつゆの中に泳がせて、自分の中の水分を全部めんつゆにするんですよ。で、そのね、味がしっかりとついたイカがお気づけなんですけど、じゃあなんでお気づけっていう名前になったかっていうと、沖の方でイカが釣れたらもうすぐにその釣れたイカをめんつゆの中に泳がして保存をするっていうやり方からお気づけという名がついたんですよ。つまり生きてるイカであればお気づけは作れるわけですよ。ということで買ってきました。やりイカ。今回は風船タイプなんで、いつもやってる目で見るやつ、水槽いらないんですよ。ほらもう見て、イカ耳をふわ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 させてる。これがね、まだ可愛いんですよ。今日はよろしくね。ということで今回はですね、ヤリイカでございます。風船タイプで結構見やすくなっております。お気づけと言ったらね、過去に前の家でアオリイカをやってるんですよ。その時はすごく上手にできてて、タコで一回お気づけやったんですよ。タコの中の水分もめんつゆに循環させてっていう感じでやったんですけど、やっぱりね、イカが美味しかったんですよね。他のイカでやってるかなと思って過去の動画探したらやってなかったんですよ。多分このヤリイカを水槽の中に入れてで、その水槽の中に4倍濃縮めんつゆ、これをね、合計4リットル入れたいと思います。今回は2匹買ってきてるんですけど、まあ一応ね、念のために2匹用意しました。2匹分泳がせると。すごい、めんつゆの香りがめちゃめちゃいい匂い。1リットルでこの量です。いけるな、いける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 、全然いける。いや、結構ね、ちっちゃいサイズのイカをチョイスしたつもりなんですけど、ギリギリかもしれない。この水槽、昔は結構でかい生きてるイカとかそういうのを買ってきてたんですけど、何回かそれを繰り返しているうちに気づいたことがあって、魚介に関してはでかいものよりちっちゃいやつの方が生命力強いんですよね。できるだけちっちゃいやつでできる企画っていうのをそこから考えるようになりました。4リットルで水槽半分ぐらいになりました。こんぐらいやったら全然イカ泳ぐでしょ。じゃあこっからイカを、入れていきたいと思います。ちっちゃい方のイカから取り出しましょう。めっちゃふわふわしてる。いいね、なんかイカが解放されていくよ。ほら、ブシュブシュ、ほらほら、ここで水をしっかりと抜いてあげる。じゃじゃーん、イカでーす。ヤリイカちっちゃいでしょ。うっ、ヤリイカはね、あんまり炭吐かないんで。じゃあ入れます。 LINE スタンプ第2弾好評配信中。 LINE で友達になってくれー。うっ、やばい、噛まれる。おっ、これで、ヤリイカの体内の水分を完全に循環させるんですね。こうしてるうちに2匹目も入れます。おお、おう、いいね。ものすごい水を吐くんですよ。ほら、やばいっしょ。うううう、うう、元気元気、めちゃめちゃ元気。そうそうそう、これぐらいの元気がないと困るんですよ。泳いでこい。お、うわー、やばっ。こういうね、大惨事になるとめちゃめちゃ元気あるな。イカの体内の中にめんつゆを循環させてるんで、皆さんお気づけするときは絶対に家でやらないでください。一人暮らしだったともかく、実家系とかはね、多分ものすごい怒られると思うんで、お母さんお父さんに。はい、やりましょう。ということで1時間この状態で放置します。とりあえずね、1時間経過したんでイカを見てみましょう。あんなにブシュンブシュン言ってたイカも1時間もつけてりゃね、あのめんつゆでね、循環されたお気づけの完成ですよ。
8割ぐらいかな。こうめんつゆ色になってきたでしょ。これもたくさんめんつゆ吸うとこういう色になるんですよ。イカ結構ほら色変わるからね。今度はこのねトレーの中にイカを入れます。イカを入れて24時間冷蔵庫で保存すると、そうすればもうねめちゃめちゃうまいお気づけの完成なんで、水槽からもちょっとこうやってめんつゆを入れてあげる。ラップをしてあげて冷蔵庫に入れるわけですよ。冷蔵庫で冷やすのがやっぱポイントなんで、最終的によいしょ。それじゃあイカ見ていきましょう。ラップの意味があまりない。一回さばいちゃいます。このまま食べてもいいんですけど、ちょっと食べづらいんでね、いつものようにさばきます。ヤリイカのお気づけはね、一回やってみたかったんですよね。本当に普通にヤリイカをさばくよりちょっと気持ちさばきやすい気がする。はい、ヤリイカの内臓ほらすごいよ。中開けてももうほら全部めんつゆになってるんで、中開けたらもうめんつゆしか出てこない。骨もねちぎりやすくなってる。今回はまあ一応お気づけなんで、エンペラーと身とゲソを剥がしたら、これを全部まとめて、細かく切って和えちゃいます。これがねゲソの部分、ゲソの部分ちょっとこのままいただきます。めっちゃうめえ。イカを調理したことない人でも簡単にできる。だってめんつゆに泳がせるだけなんで簡単にできるし、さばくのも普通のヤリイカより簡単なんですよ。足、うわ、めん玉汁が飛んだ。刻んで食べやすくしたヤリイカのお気づけです。いただきます。これねもう味がついてるんでこのままいけるんですよ。いただきます。お、ヤリイカこれいいかもしれないね。な、過去にやったアオリイカとかでも全然美味しいんだけども、アオリイカの場合って炭をね吐いて結構ね真っ黒くなっちゃうんですよ。それに比べてヤリイカって炭を吐いてもそれは大した炭じゃないんで汚れないし、水を吐く勢いはやっぱすごいけど、結局それって他のイカも全部同じだし、どうせやるならね一番やりやすいやつがいいと思う。本当はねホタルイカがいいんですよ。ホタルイカがいいんだけども、ホタルイカのね生きたやつ捕まえられないんで、うん、イカ初心者はお気づけを作りましょうということで、最後まで見てくれてありがとうございました。 LINE アカウント概要欄からぜひチェックして友達になってください。動画見てくれて Thank you、 登録ポチッとイエイイエイイエイ。